始まりました。少量チャンネル、翔太です。今日は、りょうちゃんが今仕事に出てますので、僕だけでお送りします。内容としては、前回に引き続きまして、福岡編の後編をお送りしようと思います。それでは、どうぞ。見ていただければと思います。こちらです。はい、いいよ。あ、回ってる。はい。さあ、やってまいりました。ここはどこですか？ヤフオクドームです。頭見える？ヤフオクドーム。また名前変わった？あ、飛行機。飛行機。ちょっと待って、ほら。でもなんかすごいさ、よくさ、いっぱい通るよね。近い。福岡はね、あれ？どこ行った？え？ここ見えてないんじゃない？あ、こっちだ。あ、あった。福岡は、天神とか博多駅とかから、福岡空港が近いんですよ。そう、だからね、飛行機がね、すごく近くで見えるんですよね。で、ちょっと話戻るんだけど、名前変わった？また分からない。え、でも俺なんか前住んでた時は、福岡に住んでた時はヤフードームだったような気がするんですよ。またヤフオクドームになる、名前が変わったような気がする。もし福岡の方がいたら、ちょっと調べといてもらっていいかな。俺が教えてください。ここら辺に出します、多分。俺が調べなきゃいけないじゃん、それ。よろしく。じゃあさ、ここら辺を散策したいと思います。なんかソフトバンク優勝したらしいですね。いい？うん。なんかもう雲一つない。いい天気で光が来ない。超微妙。あれより高さ123メートルの最上階、5階展望室まで70秒でご案内いたします。だんだん怖くなってきた、俺。ただいまの高さは窓ガラスの上部のモニターに表示しております。どうぞ景色と合わせてご覧くださいませ。こちらのタワーはフロアが5つしかないことから、最上階を5階と呼んでおりますが、ビルの高さで言いますと約40階。あとであそこも行ってみよう。うん。え、ここはなんていうところですか？なんていうところ。ここの、海。なんだっけ。この浜は？ももち浜？ももち浜。かわいい名前だね。うん。ももちももち。すごい。もうすんごい天気なんだよね、今日。光があれやんね。こっちはどっち側かな。舞浜、舞浜、なんだっけ、なん忘れちゃった。なんだっけ。福岡タワーの中にある恋人の聖地らしい。友達。ゆうちゃん、これは何ですか？恋人たちのベンチらしいです。そうだね。あ、うん。うわ、でも靴の中に砂が。ああ、ちょっとやめといたら。ちょっとゆっくり歩かなきゃ。いい天気。あ？まで行きたいよね。うん。あんま。
つ歩けないけど。ね、本当に潮の香りがすごい。ここが桃地浜。桃地浜公園だっけ？なんとか。海浜公園。桃地海浜公園。浜つかない。そういうこと。さあ、いろいろ回ってきましたが、どうでしたか。いや、懐かしい。久しぶりに福岡に来て、うん、なんかあれなのかな、住みやすい、すそう。うん。なんかサイズ感がすごいちょうどいいよね、うん、福岡って。私多分東京よりかは家賃とかも多分そこまで、うん、東京何もかも高いじゃない。しかも、あれもないし、香辛料もないし、福岡。まあ、福岡って本当に、ね、西の方は、本当にそう。あ、また別の。東京はほら、2年ごとに香辛、うん、家賃と同じだけ払わないといけない、うん、九州とかそういう文化はないんで。そうなんだ。自動更新。え、なんで福岡に来てこういう話をしてるのかっていう感情するけど、そうなんだ。そうなんだ。知らなかった、うん、大阪とかもそうなのかな。あ、関西もそうかもしれない。でも名古屋は多分あると思う。あ、そうなの、うん、逆に、うん、多分。さあ、というわけでまだまだ明日明日もあったりして、もう1日、まあ、今日はゆっくりね、ずっとできるから。またこれから熊本に帰らなきゃいけない。気をつけて帰ります、ね、気をつけて帰ります。戻ったら戻ったらでね、またなんかあのアーケード、うん、また行ってもいいし、うんうんうん、まあ、熊本結局満喫すると言いながら熊本ラーメンしかまだ食べてないから。そうそう、食べたい食べたい、ね、うん、馬刺し、からしれんこん、うん、一文字のぐるぐるとかね、いろいろあるんで、うん、ね、あのね、ネギネギネギをなんかね巻いてある、ぐるぐる巻いてあるから一文字のぐるぐる、そういうのもある。お酢味噌で食べる。そうしたな。じゃあとりあえず今日はここまで、はい、ということで、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた。